フェラーリ、はい、売ります、手放しますと。買った時の動画ちょっと流してほしいけど下がんない。ほう、どっち買ってもそんなに大損することはまずないです。なので、まあ、今日本当に実際査定してもらおうかな。おお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 、去年の夏ぐらいだったらそのまんまで取れたんですけど、そのまんまだったってことけど年末から全部下がってるんですよ。はいはい、あれいいや、あれなんですか、これアストンマーチの DBX。 すごい、すごい、うわ、うわ、中もいい、めっちゃいい、この色。本当に車が好きだったらその価値あるじゃないですか。はい、ってことはこれ乗っ取って、はい、その価値ありますよね。買う気満々っすよねいや、本当買いたいな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ついに来ました、この日が。ついに来たなぁ。あいにくの雨ですが、本日はい、一宮はグローリー様、カーショップグローリー、はい、高級車だったのかな、スーパーカー、スーパーカー専門店に来てます。なんと、はい、本日、はい、しかも言うのはお前が行く、しかも安井さんで隠れてますけど、ちょっと一緒にじゃあ頭下げようか、サムネに。ごめんなさい、ごめんなさい。何歳待ってるかというと、フェラーリ、はい、売ります、手放しますと。お願いします。ついに新しいのを買うんですか。いやー買いません買うんじゃなくて、これただ売るだけもうなんで売るんですか。そう、なんで売るかがまあちょっと説明難しいんですけど、まあ、結局さ、こういうのってさ、まあポッとその値段下がるもんじゃないから、まあ、とててもいいんですけど、保険料、車両保険とかは月5万ぐらいあるから、乗ってないのにね、乗ってないのに置いてあるだけでね、置いてあるだけで、そこは車検料だなんだ税金だって別だよ。うん、こういうの好きな人はいいけど、やっぱり今日来るまで運転手も道路走るための車じゃない本当に趣味で好きな人が乗るようになってるんだ。ただこれ今日なんでじゃあわざわざこれを動画にね、こんな恥ずかしいことを動画にするかというと、買った時の動画ちょっとこう流してほしいけど、社長は下がんない。ほう、買った時の値段からね、下がんないと。はい、悪いことって一つも悪いこと一つもないですよ、スーパーとかって。まあ多分売り上げ倍ぐらいになりますね。こっち倍になったんですかね。あ、2年で。でランボルギーニもすごいいいんですけど、はい、リセールがフェラーリと比べると、はい、ちょっと下がります。じゃあ投資目的とかそういう、まあ、まあ年齢下がり、リセール目的とかだったら気にされるのはもうフェラーリ一押し、もうロレックスと一緒です。これいくらぐらいって言ってましたっけ。まあ、1450ぐらい。そのなんかそのリテールでしたね。リセール、リセール、リセールバリュー。あー、まあフェラーリ全般上がってますわ。あ、うん、どっち買ってもそんなに大損することはまずないです。あ言っていただきました。はい、なので、まあ、今日本当に実際査定してもらおうかな、車を。まあ、まず今日の査定、まあ、それ見て売らない可能性もある、うん、まあまあそれは分からないよと。ガチで売らんかもしれんし、うん、また買わされちゃったりしたらどうしよう。まあそれはそれでおもろいかもしれん。おもろいかも。また一本になったわ。買わされる可能性もある。じゃあ、こんにちは。黄色いヘルメットかぶりじゃん。うまいわ、さっきじゃん。なんともう寝たじゃないですか、黄色いヘルメットかぶり。いや、作業してるんだ、今日。はい、今日ドックラン作ってるんですよ。ドックラン、はい、千葉県買ってるらしいですよ。そうなんですよね。作も作ろうかっていう。社長のせいでもそうそうしてる、そうそうしてる。お願いします。本当に売っちゃうんですか。社長の話じゃないですか。ただあの YouTube であのさオープニング撮ってる時に思い出しました。何ですか。社長、僕にあの時言いましたね。動画で多分証拠が残ってるんでいいんですけど、はいはい、値段は下がらんよ。フェラーリは限りなく下がらんよ。限りなくね。まあでもなんか噂では今良くないって。ちょっと下がったんですよ、正直。ここ最近ガーン下がったんですね。年末から下降気味。下降気味。かなり。うわー、これ。ワンチャン下がってます。ワンチャン社長テクニックだぞ、これ。あ、なるほどね。動画全国放送ですか。時計とかでも、何でも下がったんですよね、今、買い取り。あ、そうなの。マジですか。ってことはワンちゃんやばいぞ、ちょっと進んでるけど。彼は出演なしで。出演しないで。黄色ヘルメットかぶってんのに。でも社長がいかよね、今ね、出てきて、面白い自分のターンとか。あ、もうおるんすか。おるんすか。女子、新しい、そう、おとつに入ったばっかの。男子、女子。女子。おー、お疲れ様でした。
女の子社長が大喜びしちゃうぞ。そこまであのこの子 YouTube 担当だ。顔映しちゃダメだ。顔映しちゃまずかった。いや全然いいよ、はい、うちの裏方で本当に彼がおるからもう全国が車がそうあまりですか。ブーカーセンさんという面倒くさいネットに上げてデータ入れてああやってくれるんだ。黙々とやってくれて、インスタとかも上げてくれた。インスタとかは上げてないし。やれよやれやれお前やれよ。違う会社の社員にまで怒り始めたら終わりよもう。名前出しちゃっていいんですか。おーっそ女性がなんかいいことあ、いや、ちょっと YouTube 恥ずかしい。前も出たことあるらしいんですよ。いや、前いやいや、まず見ると、ちょっとすごいカメラがいいですよ。じゃあなんか撮ってって言われて撮るの恥ずかしいですよね。綺麗、めっちゃ綺麗。マウス何歳？32です。シャドウ一応も旦那さんもお子さんもいるから。おるよ。人妻？人妻。綺麗だね。じゃあもうちょっと近づきましょう。みんなが離れすぎて。 32 です。ベランカこういうの好きなんですか。車が好きなんよね。車好きなの。ちょっと待って。好きでもないからね。そうか。何でしたっけ。もうどんどん圧に光りして光っていってるから。インスタですか。やってます。あ、その紹介商品ですか。めちゃくちゃ鍵くらい。さあ、これで重要だ。これ動画出る前に、ここのインスタ、運営してくださいよ。あ、別でそんな感じで。得意でしょ、それ。インターネット系苦手で。インスタ自分やったらやるんだろう、お前。やります、やります。お前、大事なっちゃう。お前、お前。急になんか違う会社の社員に言われた。だから、ここで YouTube 上で、じゃあインスタとかやってみて、ここは一人みたいにしてくれはる。僕がね。待ってくれたら、いや絶対これ女の子だって絶対です。俺それやってほしいけど、多分嫌なんだ。そうやってやっていいって言ってて、嫌です。それプライベートでやる。公私混同ね。そうそうそう、もう働きたくないわけなんで、彼女は働きたくない。楽にいくら親にもらえるから働きたくない。いくらどんだけ楽に仕事して金もらおうか考えてるから。でもねクズやね。すすめの娘じゃないの。そう。行けるんですかね。それもなんか SNS 教室みたいな。なんか違う目的が変わっちゃった。わかりました。これ撮っちゃっていいですか。あ、撮りましょう。いいですか。これ撮っとるところも動画に使ってね。ちゃんと対策します。ちょっと撮らせていただきます。お子さん何歳なんですか。20歳と20歳。じゃあだから今塗ってる時と違うよって。塗ったら行くよまだって。塗ったら綺麗になるかもしれないよって。で、何でした。本当に下がらない今の価値を。あ、そうだね。去年のこれ、ちょっと行ってきますよ。はい、2年前に行ってきますよ。これ動画も流れてますからね。出張せずに3回ぐらい流しておー、存することはまずないっす。去年の夏ぐらいだったらシャトルこれ車体専用で売ってるもんで、はい、絶頂だったらそのまんまで撮れたんですけど、そのまんまだったってこと。けどちょっとさっき言ったように年末から全部下がっとるんですよ。はいはい。車だけじゃなくて、これ今ねちょうどこれ画面見せるんですけど、大体社長の車これと似たような感じなんですよね。あ、年式とか年式距離距離で全部大体今業者オークションのリアルの取引がこれぐらいなんですよ。わー、落ちとるな。でもでこれで競りして売れたっていう。で、まあやっぱり距離数に嬉しいじゃないですか。やらしといてうるせえなって始めるからね。でも高いっすね。そうで、これなんか1万5000キロ赤っていうとやっぱり一番人気だ。この値段ぐらいで買えるってことですか。買います、買います。まあで、まあ社長にもいろいろ YouTube 出してお世話になってるもんですから、まあここは清水の舞台から飛び降るつもりで、はい、まあ1400ぐらいまで買えます。おお、もともとの方が1500。1500じゃあ、ほぼということは本当に100万。1年半乗ってます。1年半1年半に100万 YouTube で使えたってね。
すごい。得したじゃないですか。得したじゃないですか。得したじゃないですか。いやでも、え声優まあ、全然下がってない。下がってないですよ。まあ、それが良かったな。フェラーリ。本当は夏だったらトントンで取れたんです。去年から。それは何ですか今、こういう、やっぱり何年もかかってました。コロナバブルがちょっと、まあ、上がったんですよね。お金の使い道がない人がスーパーだったり、早かったり、時計だったり。はい。で、ちょっと今コロナが、はい、ね。で、まあ、お金使い道が多分分散したと思うんですよね。でも、こんなに並んで買って、うん。いくらいるんですか1500円。まあ、うち1400円で買って、まあ、1480円ぐらいです。いやー、それは嘘だ。いやー、そうですよ。見とってください。それは嘘。いや、うちそれぐらいしか載せてないですか。あ、マジですか、はい、やっぱ、うちのやり方としては、一度うちを使っていただいた管理ユーザーさんを多く増やして、シェアを取りたい。はい、シェアどこ狙ってるんですか、この東海地区で。あ、マジですか。一度買っていただいたお客さんっていうのは、やっぱり何回もリピーターしていただいたりとか。はい、ですから、もうその、1回で利益を取るってじゃなくて、まあ、長い付き合いさせていただいて、まあ、車検だったり、はい、買い替えだったり、紹介だったり。真面目な話しましたけど。ね、いやいやいや。これに乗り換えていいですか？いやいや、それ乗り換えたいですね。旦那さんが出てくるからね。旦那さんもぶち切れますよ。旦那さんも使われますよ。てめえ。ちょっとまあ一度ね検討していいですか。ああ、買い替えもいいですし。ちょっと検討します。買い替えもいいですし。進めてきたね。何になるね。ちょっといいのあるんですか。乗りやすいの情報入ってきたんですか。あります。ちょっと申し訳ないけどちょっと出しましょうか。あ、やっとるあ、ヘルメットヘルメット工事中ですよ、工事中あの、視聴者の皆さん、ここインスタまあまあやってるから結構届けたりして、最近ムービーとか撮ってるんですよ。そうです、調子乗ってきたんですよ、インスタ。でも最近なんかあれいいな、あれなんですか。これアストンマーチの DBX すごい、はい、これかっこいいな、めちゃくちゃかっこいい。これアストの DBX なかなかいないと思います。え、はあ、しかも中の色もめっちゃいいよ。まだ9000キロ。9000キロ、ちょっと横に乗せて座ってみますよ。あ、いいですか。いいですか。横に乗ってみよう。好きになっちゃうの。どうやって開けるかな、教えてもらっていいですかって。どうやって開けるんですか。あ、そうです。すごい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 、うわ、うわ、中もいい、めっちゃいい、この色、うわ、これいいな、うわ、白にこの色最強だわ、マジ。うわこれ買ってくれんかな、これ買って、まあ、綺麗に乗れよ、お前。違う、ミオの愛車としてだよ。愛車としてじゃない。ルミちゃん、名前何さんでした。あ、大野さん。あ、大野さん、その女性にも来ません。でも、それが目的だろって、車乗りたいよ。やっぱり女性が乗った時の、会社の、あ、車の雰囲気ってあるじゃん。うわー、いいわ、い乗ってそうだわ。ちょっとこうやってやってもらっていいですか。あ、それ、それ運転席でやってほしかったわ。お、こうやって今日はどこに行ってとくな。なんか、今日カレーライス食べたいって。そんな顔すんな、そんな格好しながら。カレーライス持ってカレーライス行かんぜ。ココイチ行こうって。これ乗ってココイチ行くんだ、絶対。こっち向いて、カメラの方向いて。今日カレー食べたい、ココイチ行こうって。今日カレーが食べたい、かわいい。あれはいいな。でもこれいくらするんすか。大将2350円。サラッと。これはその2000円より高い。これもう人気ないもんで、これこれは本当に下がらん。下がらんの。下がらん。リセールない、玉数本当少ないんですよ。とこれだと車用車でリースでできるじゃないですか、経費で。下がらないんですか。下がらないです。2年乗って2年乗って予測は、まあ、200万ぐらいは下がると思います。だって1年100万だよ、経費。うわぁ、欲しいなこれ。経費、リース、リース、リース、買ってほしい。マジになってきたよ、マジマジ。あ、来ましたよ、杉山が。あ、来た今日初仕事。ちょっと仕事できたから、どうやろ、コンビしてる、はい、鍵振り回してる。ちょっとドライブ一周行きましょう。運転してください。あ、頼んだ。あ、はい、あ、そうかそうか、あの人信用しちゃいけないですよ。お前が一番信用できない。あーとか言ってるから引いちゃって、引いちゃって。めちゃくちゃいい音、めちゃくちゃいい音。これかっこいいよ。スーパーカーの音は。なんだあの人マジで。確かに、そうですよね、大丈夫。塗るのもちょっと緊張するんですけど。本当に
すごい。ぜひお願いします。お願いします。初めてのデートだね。二人いるけどね、うちら。自分たち二人じゃないけど。初めてのダブルデート。ここでいいんじゃん。かっこいい。欲しいな、本当に。マジでいいよな。社長さん、欲しいな。帰るか、社長さん。すごい。これでも、本当に俺、いいわ。これ、後ろも何、なんかついたの。このエアコンとか。でも、本当に、アルファードと同じ仕様だな。いっぱい電気が。ありがとうございます。行きます。すごい。うわ、確かにエンジンも静かになってる。これはうわ、乗り心地も全然いい。最高ですよね。全然違う。うわ、こんなんでデート行ったら最強に惚れますよね。やっぱり思う、思います、思います、ね、思う、本当。これ俺が乗っとったら何、1回ぐらいご飯食べてもいいかと思います。はい、もうぜひ。旦那聞いてますよこれ。後で言いますよ、ね、後ろから旦那もついてくるし。めちゃくちゃかっこいいわ。でも今日これ買いに来たんですか。いや、やめてくださいよ、社長みたいなこと言うの。それで本当に車売って、はい、もう全部売って1台持ちだったらいいですよ。じゃあ YouTube も行けて、はいはい、ゴルフも行けて、はい、通勤でもつけられて、はい、でもそうすると距離走っちゃうので値段も下がりますよね。これで撮影ちょっとしんどいんじゃない。ちょっと偉いよな。アルファードの快適さを知ってたら。快適さ、だけど本当に今回フェラーリで実感したわけじゃん。1年半とか2年乗って、はい、100万しか下がらないじゃないですか、はい、まあ、100万って高いけどもちろん。あ、そうですね。だけど本当に車が好きだったらその価値あるじゃないですか、はい、ってことはこれ乗っとって、はい、その価値ありますよね。買う気満々っすよね。いや、ほんと買いたいな。買ってもいいかなって気持ちになる。じゃあ戻ったら交渉しましょう。いや、やめます、やめます、やめます。到着です。ありがとうございました。お疲れ様でした。いいですか。他にも説明あるんですか。いっぱいありますよ。もう一個ぐらいじゃちょっと。ああ、じゃあこのポルシェのマブポルシェちょっと好きやない、うん、まあでもまあどういうのあれでも本当に俺落ちそうだな。落ちかけた。じゃあもうちょっと安かったら買ってそうですもん、社長の。これがいわゆる458、これが2500万ですか。これは平行って正規本じゃないの2000円くらい。これが正規本だと3000円くらいなんですけど、なんか結構人気ですよね。人気。一回りでかい、あの車。あ、これなんかついてるやつ。すっごいな。これ、先が気になってます。すごいっすよ。もうこれ、出高いのか。出高くないですよ。1400万ですよ。安井さん予想外れや。え、年式は古い。ちょっと古いですね、もう8年、9年、8年ぐらい経ってますね。カサカサしてるやつとかあるじゃないですか。あ、そうです、これ。あ、サラコン。すごい、カサカサ。案外、こういう、へーっていうのが、僕らやと当たり前だけど、こういうのがバズるんですよね。あ、そうですよね。ね。ちょ、ね、何ですか、そこに何があるんですか。こうね、傘があるんですよ、ロールスロイス。傘。傘。日傘なんだ。おー、日傘ですか。雨の時は、雨も OK です。雨も OK。 おしゃれな傘。なんかね高いですよ。ボンってやってた今。社長さん。でも今日はありがとうございます。いえ、ありがとうございます。ちょっと一度検討します。そうですね、またご連絡ください。本当に1500万円買ったものが1400万円だけ。はい、1年半大野さん付きつけないです。ありがとうございます。つけないです。リセール最強。あの人つけない。あの人黄色いヘルメット。金もらいます。すごい興奮だから、ちょっとカメラ映るだけで。一回じゃあマジで検討して、はい、こちらの続きもまた動画にしたいと思います。ぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、また見てね。ホームページとか、あ、もちろん YouTube も。YouTube。YouTube やります。コソコソやってます。コソコソやってます。お願いします。お願いします。最後、映りたい。OK です。